はい、皆さんこんにちは。今回はですね、マシーンの、分解、まあ、などですね、やっていきたいなと思います。で、今回のこの映ってるマシーンですけど、今日まさにですね、サーキットに行って走ってきた状態のものになります。で、まあ、いろいろばらして、掃除したりとかメンテナンスしますので、何部かに分けてやっていきたいと思います。はい、では早速やっていきましょう。まずボディですね。ボディは、内側にこうタイヤカスがすごく、溜まってきます。はい、ちょっと光を当てましょうか。こんな感じですけど、この辺りにですね、すごいカスがこう集まるんですね。なので、まあ、エアーで拭いてもいいですけど、僕はこういう風に、ハケを使ってですね、取り除いていきます。他の動画でも紹介したように、猫ちゃんがですね、コースに上がってるような場所なので、実は猫の毛も多かったりしてますね。はい。まあ、ボディは、まあ、大体でいいですけど、ハケで落として、きれいにしていきましょう。はい。で、次、ちょっとカスひどいですね。よいしょ。ちょっとこれ、すごい。こんなん出るんですよ、これ。タイヤの、削れたカスが、ボディの中に溜まるんですよね。で、今回かなり走行してる人も多かったんで、いろんな人のタイヤが、ほら、これ分かりやすくないですか？よいしょ。こんなに出るんですよ。ね、面白いですよね。よいしょ。なので、まあ、このタイヤのカス、このシャシーもそうですけど、もういろんなところ一体にこう、付着してるもんですから、これをきれいに取り除いてあげるっていうのが、一番大事な作業になります。まあ、ほっとくと故障の原因にもなりますしね。じゃあ、まずは電池を取っていきます。よいしょ。ちょっと画面を。はい。電池を取りますと、はい、取れました。で、まあ、どこからばらしてもいいんですけど、まあ、前から順番にいきましょうかね。まずは、じゃあフロント周りをばらしていきたいと思います。まずタイヤを、外したいと思います。で、タイヤを外すには、付属されているこのレディセットに含まれている六角のこの形が切られている工具を使うことで取ることができます。はい、手で回せば簡単に取れますので。はい、取れましたね。はい、で、反対側も、はい、これで取れます。はい、よし。ついでに後ろも取っちゃいましょうか。はい、よいしょ。これ説明書を見られた方はですね、すごいこう部品の数が多かったりとか、すごくこうバラして元に戻せるかなって不安になった方も多いと思うんですけど、全然大丈夫です。安心してやってみてください。で、まあ、わからないことあればですね、この動画参考にしてもらったり、まあ、コメント欄や質問くれればですね、都度お答えしたいなと思いますので、よろしくお願いします。前回りと言ったんですけど、まあ、行くか。前回り行こうか。はい。まずは、このサスペンションですね、こういう風に稼働する部分があるんですけど、この中をしっかりと掃除します。で、そのためにここのビスですね、これを外していきます。で、これある程度外すとネジの切られてない部分がこんな感じで抜けます。はい、ね、ここがネジ切られていて、あとはネジが切られてないんですね。で、取ると上のこのアームが、はい、取れます。こうです
ですね。で次にこのスプリングが取れますと。はい、で反対側も同じようにここのネジを取って、はい、アームを外して、でスプリングを取ると。はい、ここまでが、上側ですね。で次にですね、これ実はそのまんまこれ取れます。でレディーセット買われた方注意なんですけど、ここのですね、この部品、今手で動かしているこの部品の下と上、僕今外しちゃってますけど、にスペーサーがありますので、なくさないようにしておいてください。これですね、見えますか、これが、僕は今下だけに入れてるんですけど、これがありますのでなくさないようにしてください。で反対側、はい、ということでこれでだいたいフロント側が取れましたね。でこの状態にしておけば、このハケなり風で飛ばすようなものもしっかりと届きますので、まあ、これでしっかりきれいにできますね。はい、はい、このネジ左右で1本ずつ取っただけでここまでバラバラにすることができます。で次にですね、この下側ですねここに今ネジが 1,2,3,4,5,6 個ついてると思います。次はこれを外していきます。まずはこの前の2つですね。これは、ボディマウントを止めているビスになってます。はい、でこれ初心者にやりがちなミスなんですけど、このよいしょ、今取ったこのネジっていうのは、プラスチックの部分に使用する、タッピングネジとかって呼ばれるものになります。でこれプラスチックの穴にこうネジを切りながらですね、入れていくものになっていて、こうネジのピッチっていうんですけど、ネジ山がこう粗くというかできてます。逆にですね、こう金属とかに、はい、止めるような、これ分かりますかね、こっちが金属とかに止めるタイプで、ネジのこの山の大きさがこっちの方が粗いですよね、ちょっと細かいですよ。なのでプラスチックに、使う場合は必ずこっちのもので、金属とかネジがもともと切られているところに止めるやつはこっち、間違わないようにしてください。はい、で、これ下2つ取りますとこんな形で、ボディマウントが取れます。でこれビスの受け、純正はですね、これ、黒い樹脂パーツになってますけど、オプションになるとこんな青い部品も売られています。はい、でこうすると次この辺があらわになってきて、次はここですね、4つ取ります。はい、1つ、はい、2つ、よいしょ、3つ。これ細かい部品多いんで、下にこう布を引くとか落ちないように注意してくださいね。今何も引かずにやっちゃってますけど、はい、これで下全部取れました。で今度これを開けるとですね、よいしょ、こんな形でこれだけ1個取れます。はい、でここに見えてるのがこれサーボのギアですね。ステアリング来た時にハンドルが
ハンドル、タイヤがこう切れますよね。その噛み合わせてるギアになります。で、まあ、ここもあのホコリが入りやすいんで、しっかりこう切れしてあげましょう。はい、できました。まあ、あとこっちも取ってもいいんですけど、まあ、下でだいたい綺麗にできるんで、前回りはだいたいこれで以上になります。はい、で取った部品がこれぐらいですね。はい、見えますかね。はい、はい、こんなところで第バラシの1回目はこれぐらいにしておきましょうか。はい、次はですね、この後ろの周りですね、モーターのマウントの部分を中心に、バラシをやっていきたいと思いますので、またお楽しみにしてください。ありがとうございます。